すごい酒は飲みますね。まあ、そんなで言うと、うん、やっぱりかなと思いますね。こう語る男性。飲酒運転の上、死亡事故を起こしたとして逮捕された男の元同僚です。逮捕された会社員の39歳の男は、今月19日、名取市内の県道で酒を飲んで車を運転した上、27歳の男性をはね死亡させた疑いが持たれていて、現在は任意で捜査が続けられています。飲み会の時は車で来るっていうのは、何度か男と酒を飲んだことがあるという元同僚の男性。男に対し、いつも運転代行を使うよう促していたといいます。本当に代行で帰るんだっていうところを強く、そしてやっぱりそれが当たり前だっていうのを彼がしっかり認識してれば、こういうことにはなんなかったのかなと思います。飲酒運転が日常化していた可能性もあり、警察は引き続き捜査を進める方針です。県警によりますと、今年県内では飲酒運転による人身事故が昨日現在で35件と、去年の同じ時期に比べ8件増加しています。また死者も3人と、去年より2人多くなっています。警察は今後も取り締まりを強化しています。